なんですか? 電気をつけてください。 ここはどこですか? ここ部屋です。 この部屋はどこですか? この部屋はどこかわかりません。 あなたは誰ですか? はじめまして、ジョシュアです。 カロラドの大学学生です。 3年生です。 よろしく。 はじめまして、私もカロラド大学の学生です。 ヘイリーです。 よろしく。 専攻は何ですか? 私の専攻は天体物理学です。 わあ、すごいですね。 ドアは開きません。 どうしてドアは開きませんか? 鍵はどこですか? ありました。 鍵はそこですよ。 あれ? 鍵はどこですか? そこです。 机の上ですよ。 どこですか? 鍵は帽子の隣です。 見てください。 鍵は鍵がありますよ。 あそこですよ。 何の鍵ですか? わかりません、JRさん。 鍵? でも、あの男の人は 鍵を取りました。 よくないですよ。 ねえ、何それ? あれは 怖い化け物でしょ? みなさん、 Hello。 それは何でしたか? 聞きましょう。 おはようございます。 え? みなさん、座ってください。 来てください。 それから死にません。 みなさん、立ってください。 おい! 誰ですか? いつからここにいましたか? あなたも立ってください。 立って! あなたの顔が大嫌いです。 私も! この謎の人。私? あなたの好きなスポーツは何ですか? テニスです。いいです。ご出身はどこですか? ジョージアのアトランタです。先週の火曜日は何をしましたか? スタールクラフトを2時間ぐらいしました。 いいです。行っていいです。私も行ってもいいですか? はい、どうぞ。 JR さん、 アリゾナの旅行はどうでしたか? ああ、暑かったです。私はメキシコのレストランで美味しい中国の食べ物を食べました。誰と行きましたか? 私の妻と
お姉さんと行きました。JR さん、私の名前は何ですか？わかりません。よしですか？惜しい。どうして？ショバスチャンさん、どんな映画が好きですか？面白い映画が好きです。本当ですか？火曜日に一緒に映画を見ませんか？火曜日はちょっと。水曜日、どうですか？ちょっと。ああ、わかった。マリさん、一緒に映画を見ましょうか？はい、いいですね。マリさん、怖い映画が好きですか？はい、好きです。今、行ってもいいですか？はい、行ってもいいですよ。行ってはいけません。怖い映画が好きじゃないです。